はい、よろしくお願いします。じゃあ皆さんのからありましたらどうぞ。すみません、はい、じゃあ細かい話ですけど、はい、参院の選挙制度改革について、うん、まあ委員長の統合主義だと反対の姿勢されてますけども、うん、はいはい、ちょっと細かい点を確認させてください、はい、その定数増については一定の理解されていると思うんですけど、うん、 そうですね、うん、それは比例代表選挙区とも定数増についてはまあ悪い考えじゃないという、まあ、定数はですね、やはり日本 の議員の定数ということになる、国際で見ても、うん、人口比で少ないですから、そこはやっぱり必要だということで、増やすことについてはそれ自体は否定はしない、当然そういうことはあるんですね、はい、それとまあその参院選が来年に控えてて、うんうん、この国会で、まあ、はい、案の賛否はともかくですね、うん、この国会で参院の選挙制度改革を 何かしらしなければいけないという認識はあるんでしょうか。そうですね、それはこの間議論したいろんな経過がありますから、はい、それについては必要なものについては間に合うようにということだと思いますが、これもやはり各党会派やっぱり合意ということが大事になってくると思います、はい、はい、そこはまあ、ある程度合意必要だという一方で、はい、まあ、会期延長で反対しますよね。そうですね、はい、そのために延長というのもないでしょうね、まあ、はい、いずれにしても昨日も委員長言っていますけれども、今自民党が言っているようなのは通り通りなんで、結局合区に伴ってそれは会見なかなかできないからということであれば、とにかく自民党から出せるようにということで、そこだけの部分を比例防高速名簿みたいな話になってくると、これも明らかに通り通りじゃないかと、こういう話だと思います。どうぞ。すみません、安倍総理は参院本会議で、はい、麻生大臣を、はい、まあ、続投させることに発言してますけれども、それについても受けてもらいます。いや、今この子のようにまだ続投かって、もうみんな聞いてもですね、のけぞっちゃうんじゃないかと思いますね。やはりこの間財務省が関わった問題ということでいうと、もう森友問題で言ってもですね、本当にもうとんでもない話があって改ざんするいう状況があり、そしてそれこそ佐川氏にかかる問題もあったわけですね。それからまあセクハラもあるということでありますから、いろんな意味でですね、もう麻生大臣副総理自身が国会審議の中でもやり取りを、まさに予算委員会でも総理の隣にいてずっとそれを聞きながらやってて、自ら進んで解明してとにかく何とかするということで真相究明するということで立場に全然立ってないわけですから、むしろ、まあ、弁護するという形でずっとこういうような1年以上やってきた経過があるわけで、むしろもう即刻やめていただくとこういう話になるんじゃないでしょうか。で佐賀さんの問題にしたって、これは不起訴ってなりましたけども、私はこれ自身がまさに不起訴というのは不当だと思ってます。8億円の値引きの問題、それから改ざんをした、それから廃棄しているというこう事実がありながら不起訴ということになったこと自体不当だということと、合わせてやはり同時にこの佐賀さん自身も国会で証人喚問に来て、もう肝心なところは刑事訴追の恐れがあるということで答弁差し控えると答えなかったわけですが、そういう意味では不起訴になれば訴追の恐れなしということで、もうきちっとですね、もう一回国会に来て語っていただくということで、再び証人喚問というのは当然必要になってくるし、そういうことを含めたやはり真相徹底究明というのがまさに国民の望むところで、そういう中でのやはり麻生さんの責任というのはいよいよ問われてくるということだと思いますので、それを参議院本会議でいまだにですね、麻生さんを擁護するという話で、もう断じて許されないと、結局何のためにこの1年間あったのかと、どうしとるのもなりましたけれども、やっぱり安倍総理守るためという話で全部作られてきた中でのことですから、ここはもうすっきりとやる必要があるというふうに思います。はい、
昨日 の、 あの関係学園の、はい、事務局長の、はい、まあ、説明で、あの委員長もちらっとおっしゃってましたけども、はい、まあまあ、いろいろ報道を見て、全体見ても、そうですね、まあ、もうちょっとあれ、あの私自身も本当に、なんだこれはと思いました。あの国民の皆さんの中からも実際そういう声が上がってますけども、事務局長が来て、まあ、知事、愛媛の県知事も今治市長もいないところで、まあ、謝りに来たということですが、まあ、あの態度自身もこのヘラヘラしたのそういうこと自体がね、なんだと、だって本人でしょなのにね、なんかもうヘラヘラしながらね、どこが謝ってるのかと、で本当になんていうか当事者のその責任に対する自覚も何もないという状況なんで、もうみんな怒ってる状況だと思います。あのまさにそういう点では、あのこの事務局長自身も国会に来てもらうということで、やっぱり承認喚問が必要だと思います。それからやはりあの大元でいうと事務局長の一番上にいる加計幸太郎さんがですね、まだ一回も表で喋ってないわけですから、いよいよ、まあ、あのこの今昨日の事態からもですね、あの加計幸太郎氏の承認喚問というのも急務だというふうに思いますね。であのいや、あの実はあの15分間会ってたのは嘘でしたって話になると、全てがまたこれついつまわなくなっちゃって、そこから結局始まって、あの柳瀬、秘書官にしたって官邸で3回会ってましたっていうことを認めたりしてたわけですけども、全部ついつまわなくなる話なんで、もうちゃんと国会来てもう全部洗いざらい喋んなかったらダメだという話だと思うんで、もうますますドツボじゃないですかこれ。あのそう、事務局長も承認、はい、そうですね、そうだと、うん、そうだと思いますよ。ええええ、すみません、はい、クラクション、あの国民投票法の改正案について、はい、あのまあ、昨日は内部書取りまとめて、はい、今その野党の国際で一転して、はい、やっぱり認められんちゅうことでした、うん、まあ、これについてはどうですか。あのまあ、いろいろあったようですけれども、あの今朝の野党の国対委員長の話し合いの中で、あのこんな時にダメだと、あ国民投票の開催ということでこういう形でのやつはダメだということで、そういうふうになったというふうに聞いております。で、あの我が党とすれば、あのそもそもあのこの改憲のための国民投票法ということで、あの 作ってきたというか、まあ、そういうことで、まあ、あの改憲勢力が進めてきたというか、自民党中心にやってきたわけで、まあ、その改正ということになるんで、あの私自身もあの憲法調査特別委員会の時以来、それこそあの辻元さんともあのずっと一緒でやってきましたけども、あのそうしたやっぱり改憲のため の、 あの国民手続きを、あの国民投票法はいらないということでやってきましたが、やはりそういうこの改憲のため の、 あの国民投票法ということになったのであるという点と、それからやっぱりあのそれをですね、今市民と野党があのやっぱりあの反対をしている、結局あの安倍9条改憲ということとも関わりで言うと、やはりあの改憲のための手続き法の改正を今やるというのは、市民と野党があの反対している安倍9条改憲につながるものであるということで認められないというのが我が党の立場でありますが、いずれにしてもあの野党の中では先ほど言ったような形で、あのいろいろあったようですけれども、あのこんな時ダメというふうになったと聞いております。はい、こんな時ダメ、こんな時と繰り返すことです。そうですね、今あのやはり今こういう形で、安倍九条改憲ということが大きく出てきている状況ですし、そして、これだけあの安倍政権に対するやっぱり嘘とごまかしということが大きく問題になっているわけですから、そういう状況の中でましてや憲法を変える資格があるのかという問題になってくるわけだと思うんですね。まあ、いろんな思いそれぞれあると思いますが、あのともかくこういう状況の下で の、 あの国民投票の改正ということについて、あのこれはダメだよねという話になったんじゃないかというふうに私はちょっと受け止めています。はい、あとはよろしいですか。はい、はい、あカジノちょっと言っとこうな。まあ、働き方改革は参議院に行くということなんで、まあ、これはあの昨日の委員長の会見でもありましたけれども、あの
肥大の悪法ということで、労働法制根本から本当に壊してしまうような、まあ、労働時間規制というそのものをね、やっぱり取っ払うという、そういう中身を含めたことで、上限だって100時間まで過労死ライン OK ということで、これはもう徹底審議で参議院なんかでもダメということで、やっぱりあの国民の多くが今度の国会で成立望んでませんから、これは徹底審議して廃案へということで頑張りたいんですが、合わせて今これから今ちょうどまさにあの衆議院でもやってますが、あのカジノ実施法の審議の問題ですが、あのこれあの内閣委員会の現場のところで、立憲民主、国民民主、無所属の会、日本共産党、自由党ということで、5党会派が一致したということで今望むというふうに確認したと聞いてますけれども、3点あって、一つはやっぱりあの、こうしたカジノ実施法案について言うと、あの国民の声を聞くことが必要だという点で、国民の多くがやっぱりカジノについて反対疑問を持っている状況で、やはり国民の声をしっかり受け止めるために、やはり地方公聴会、地方公聴会をやることが必要だと、から有識者やそれからあの IR 事業者などの関係者の意見を聞く場として、さらにあの参考人が必要だ、質疑が必要だということを要求していこうと、から2つ目にあの十分な審議時間を確保するということが必要だというので要求するという、ね、点で、あの昨日の参考人質疑でも国会で、慎重かつ十分な審議をという声が上がって、まあ、与党が推薦している参考人からもそういう声が上がっているという状況だということであります。それで今度新法になるわけですけど、やっぱり200条を超えるその非常にあの膨大な中身で、それだけの新法ということでいうと21年前の介護保険法以来という事態で あって、極めて重要な法案であることは、その与野党共通の認識だと。で、その介護保険法のときには、あの1国会じゃなくて3国会かかって、合わせて50時間超ということでの審議やってるということと比べてもですね、それを下回らない審議時間がなければ、少なくともこれはまあだめだということになってくるというのが2点目。から3点目に、あの充実した審議に資するために資料提出をするということで、一致して要求しようということで確認していて、あの経済効果という点でも、負の影響を含めて政府としての試算を出すと、から350項目に及ぶあの政省令というのは、事項に委ねる項目があるんだけども、これについてその概要を明らかにすると、から法案提出に向けた与党協議における議論の内容と、政府提出料の開示が必要だということで、大きくあの国民の声を聞く、そして十分な審議時間の確保、それからあの充実した審議にするための資料提出ということを、あの、ご野党会派で、一致したということでありますので、これはあのそういう立場で臨んで、徹底審議廃案ということで求めていきたいと思っています。で、カジノはもう言うまでもなく、刑法で禁止されている賭博であって、人の不幸で金目儲けをすると、あるいは人の不幸を土台にして経済成長なんていうのはとんでもない話だということは、もう本当に多くのやっぱり声出てきてますし、実際そういうことだと思いますので、これは本当にあのそういう点であのやっていく必要があるかなと思ってます。であの6月20日会期という点で言いますと、あのそういう点含めてですね、やっぱり嘘とごまかしの安倍政治の下で疑惑に蓋をしたまま悪法を強行することは認められないということで徹底して求めていくということと、疑惑の関係では冒頭申し上げましたけれども、やはりあの月曜日には財務省と国交省からあの調査報告も出ます、関係者の処分もあるということで、財務金融それから国交委員会での集中審議、複数回、さらには予算委員会の集中審議ということで求めながらですね、こうそういう国会としてきちっとやっぱりはっきりさせると、で6月20日が来れば会期末でこれも閉じるということで、最終盤臨んでいきたいと思っています。はい、以上です。よろしくお願いします。